はい、どうもトモキーです。今回は現在作れる火炎装備がどれだけ強いスリップダメージが出るのか、そしてその装備の作り方を紹介したいと思います。はい、それではまず装備の紹介からしていきます。装備セット、防具セットなんですけれども、やはりこちらアガメムノンセット、こちらがいいです。やはり今でもかなり強い。無駄な箇所が、無駄な彫刻が一切ついてないところがいいかなと思います。はい、それで、こちらの一番の、特徴としては炎上速度はプラス 100% なので、スリップダメージの入る速度が、2倍速いって感じですね。はい、それでつけれる彫刻のおすすめとしては、ライフ最大時のクリティカル率、ライフ最大時のクリティカルダメージ、あと全耐性、あと腰にはライフ最大時のクリティカルダメージ、はい、それで足にはライフ最大時のクリティカル率をつけるといいかなと思います。はい、それでは武器の紹介なんですけれども、種類は何でもいいかなとは思うんですが、とりあえず燃やさないといけないんで攻撃速度が速い武器の方がいいかなと思います。なので、一応探検をつけております。はい、それで彫刻としてはウォリアーダメージ、炎ダメージ、クリティカルダメージ、あとつけれる彫刻に武器ダメージが炎ダメージになるをつけてます。はい、それで2つ目の武器も、基本的には一緒です。ウォリアーダメージ、クリティカルダメージ、炎ダメージ、つけれる彫刻には全ダメージ 15% のライフマイナス 15%、 こちらをつけております。はい、それで弓もエピック装備の方がいいかなと思います。ウォリアーダメージ、炎ダメージ、クリティカル率のついた弓を選びます。そして、つけれる彫刻に炎ダメージと効果 15% をつけます。はい、それでメインの能力としてはこんな感じなんですが、メインのウォリアーダメージは、38,300 なので結構、切っても強いダメージが出ます。はい、それでは詳細データなんですけれども、ウォリアーダメージが 272%、 ライフ最大時のクリティカル率が 80%、 ライフ最大時のクリティカルダメージが 475%、あと炎ダメージが 275%、 炎上持続時間が35秒、炎効果が 225% となっております。はい、それで、彫刻などの、ここでの詳細データの優先順位としては、炎ダメージが、結構スリップダメージに関係するんで、ここをメインに上げていくといいかなと思います。あとは炎上持続時間、あと炎効果。はい、それでスリップダメージに関係するのがクリティカル率とクリティカルダメージ、こちらも上げておくとスリップダメージが大きくなります。はい、それで火炎装備で欠かせないのがこちら炎の支配者、炎効果が 60% アップ、持続時間が6秒長くなる、炎ダメージが 40% アップします。はい、それでは熟練度なんですけれども、火炎装備で欠かせないのが炎ダメージ、こちらウォーリアー項目にあります。はい、それで炎のスリップダメージが大きくなるのがこちらクリティカル率、あとクリティカルダメージ、はい、そしてアサシン項目にもあります。ライフ最大時のクリティカル率、あとライフ最大時のクリティカルダメージ、こちらをつけるとスリップダメージもでかいダメージが入ります。はい、それで火炎装備に関係する熟練度がハンター項目にもあります。こちら属性効果、こちらなんですけれども、燃えるまでの時間が早くなる、なので、アガメムノンセットをつけていると特にこちらつける必要は特にないです。だいたい弱い敵には一撃、切るだけで炎上します。で、傭兵なんか強い敵には2発ぐらい殴ると炎上するんで、こちら特につけなくても大丈夫かなと思います。はい、それでは実際に戦闘して、どれだけの、スリップダメージなどが出るのか、検証、試していきたいと思います。はい、それではナイトメアの傭兵戦やっていきたいと思います。燃やすだけでいいんで、炎の矢で燃やしたいと思います。はい、燃えました。あとは見てるだけ。はい、12万13万入ってます。8割の確率で12万13万。これちょっとね、多めなんですけれども、かなり多い、でかい。はい、今燃やしただけ、あ、燃やしただけで、はい、倒し死にました。やばいですね、これやばい。
現在のアガメムノンセット、こんだけ強くなっております。あと、まあ、熟練度とかね、そういうのもつけてるんで、彫刻とかも、しっかりつけてるんで、とにかく燃やして、あとはその場を去れば大丈夫です。戻ったら死んでますね、大体。35秒あれば、指導者でも、傭兵でも、指揮官でも、誰でも倒せます。炎耐性のついた、たまに傭兵とかもいるんですけれども、そういうのでも35秒あれば大丈夫だと思います。はい、10万。はい、次はちょっと剣で切っていきたいかなと思います。はい、燃やしていきます。はい、地域で燃えました。はい、雑魚ならあっさり燃やすだけで、あっさり。これ指揮官ですね、これ指揮官。はい、指揮官燃やしました。はい、10万6000、10万7000、10万8000、10万以上入っております。指揮官生命多いんだけども、余裕、全然余裕。あとは遠くから見てるだけで OK。 はい、死にました。ナイトメアの指揮官も全然余裕です。はい、もちろんね、炎の矢、爆発の矢で燃やしても同じ量入ります。はい、それではガンガン燃やしていきたいと思います。はい、燃えました。燃えたら死ぬ、とにかく燃えたらほっとけば死にます。やばいですね、10万9000とか入ってる。あとね、コントの輪とかでも一応炎ダメージ入るんで。はい、燃やして去る、そうすると倒せる。はい、燃えました。あ、傭兵来た、チャンス。はい、燃えました。10万ずつ入っております。あとは適当に、敵の攻撃を避けるだけ。そこで探しております。はい、燃えました。あっさり、雑魚ならあっさりです。とにかく燃やす。はい、燃えました。とにかく燃やす。はい、燃えた。弓が簡単かなと思います。結構ね、弓をうまく使うと安全なところから燃やすことができるんで、あっさりです。はい、盾持ちは爆発の矢とかで燃やすのがいいかなと思います。はい、傭兵がいるんで燃やします。矢で十分ですね。爆発の矢2発でいけます。はい、あとは様子を見るだけ。あと消そうとしてるときは近く寄っても大丈夫です。はい、どんどん入っております。10万以上、8割で10万以上入っております。燃えております。これは強い。35秒なんで十分燃える。はい、燃やすだけで十分死にます。はい、燃えました。安全なとこからアルテミスの亡霊の矢の爆発の矢で燃やしただけ。もちろん炎の矢でもいいんですけども。はい、あとは必死に消そうとしてるだけ。気づきもしない。
これやばいっすね。はい、なので、ぜひ、この装備使って燃やして10万以上のダメージ、試してみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。また攻略動画など配信していきますんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。